サンタ・サビーナ聖堂は、イタリアのローマにある名義小バシリカで、カトリック教会、ドミニコ会の母教会である。アベンティーノの丘の上、テベレ川のほとりにあり、近くに、聖ヨハネ騎士団の本部がある。5世紀に創建された古いバシリカであり、上から見ると、古典的な長方形の形状で、円柱を使っている。装飾は、大抵が白く、 創建時の謙虚な状態に復元されている。そのため、窓から差し込む光に照らされた内部は広々としていて、風通しが良い。サンタマリア・マジョーレ大聖堂などの他のバシリカは、派手に装飾が凝らされていることが多い。その簡素さから、サンタサビーナ聖堂は古代ローマの屋根付きのフォルムから、キリスト教の教会堂へと発展する途中段階を表していると言われている。 灰の水曜日の指定巡礼制度である。サンタ・サビーナ制度は422年から432年にダルマチア出身のイリリアのプリースト・パトルースが建てた。その場所は後に劣勢された2世紀頃のローマ人女性、サビーナの家があった場所である。もともとはその近くにユーノーの神殿があった。1216年、ホノリウス3世が 説教者修道会を認可し、後に、それが、ドミニコ会と呼ばれるようになった。1222年6月5日、ホノリウス三世は、サンタ・サビーナの教会を、ドミニコ会の創立者である聖ドミニコに与えた。一説には、ホノリウス三世は、サベ・リケ出身で、サンタ・サビーナの教会は、サベ・リケの所有する資産の一部だったと言われてきた。しかし、ホノリウス三世が、 サベッリケ出身という事実はない。おそらくサベッリケ出身のホノリウス四世と混同したための誤解と考えられる。いずれにしても、この教会堂はドミニコ会に与えられ、その後一貫してローマにおける道修道会の本部として機能してきた。サンタサビーナ聖堂の木製扉にあるキリストの卓系のレリーフ大きな窓はガラスではなく透明石膏でできている。 外観は5世紀に建設された当時とほぼ変わっていない。木星の扉は創建当初のものとされているが、サンタサビーナ聖堂の扉として制作されたもので、ないのは明らかである。現存する木星のパネル18枚は一つを除いて、すべて聖書の各場面を描いている。中でも、キリストの卓形を描いたものは、現存する最古の図像の一つとして有名である。 他のパネルもキリスト教図像学の研究において重要であり、詳しく分析されてきた。扉の内側の上には、ラテン語のヘクサメトロスで書かれた、創建当時の拳字が現存している。カンパニーでは10世紀の建築物である。内部5世紀当時のアプスのモザイク側1559年に、改修され、とっておつかりの、よく似たフレスコ画に置き換えられた。 構図はそのまま保持されているとみられ、キリストが丘の上に座っていて両側に男女の聖人が立っており、手前の小川の水を子羊が飲んでいる。この図像は別の5世紀のモザイク画とよく似ているが、そちらのモザイク画も17世紀に破壊された。隣接する修道院には聖ドミニコをはじめとしてピウス5世やトマスアクイナスが暮らしていたことがある。 ドミニコ会修道士のための修道者独房の内装は、同修道会創立初期と、ほとんど変わっていない。聖ドミニコの独房もわかっているが、現在は拡張されて、チャペルに改造されている。トマス・アクイナスも食事をとったという食堂室もそのまま、現存している。ありがとうございます。